戸沢忠盛は、戦国時代の武将。戸沢氏の家臣。通称は平五郎、また淀川和ーカとも称す。出羽国淀川城主。出羽国の戦国大名、戸沢進正の子として誕生。兄に、秀盛がいる。大英七年、安藤氏との合戦の際、前線に近い淀川城主だった忠盛が、安藤方に寝返ったとの風文が伝わり、角野立領内は動揺したが、 翌年、忠盛が角野盾に来て弁明しことなきを得た。協力2年、当主、秀盛が死去し、その子で6歳の道盛が家督を継ぐと、角野立に移って、後見役として政務を担当した。ところが、忠盛は、創家ダッシュを企てて、道生とその母を角野立から追放した。これは兄、秀盛から一度は後継者に指名されたものの、 道勢が誕生したために約束が保護にされたためであった。この、忠盛森の無本は家臣たちの支持を得られず、道勢の外籍である奈良岡市を中心に、六郷市、本道市、白岩市ら周辺国人衆、重臣らが結束して、角の盾に圧力をかけ、天文元年に、忠盛森が淀川城に退去することで決着した。天文十四年四月十四日に死去。なお、 死後に、戦国軍進出に意欲を燃やした安藤氏によって、淀川城は落城している。ありがとうございます。